荒れた天候の東京レース場降り続いた雨が馬場状態を悪化させ不良の発表となってしまいました。こんなに荒れているとレース展開が読みにくいですよ。さあ1番人気の紹介です。マルゼンスキー、続く2番人気はタイキシャトル、2冠ウマ娘ウォッカ、3番人気です。実力は間違いなく上位です。ギバナチラスデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。 スタート。各馬娘そろって綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。これから第2コーナーへかかっていきます。マルゼンスキー会長に飛ばしていきます。先頭はマルゼンスキー、半身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは13番、外目をついて18番、向こう正面に入って先頭はマルゼンスキー。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。 このままリードすることができるか。続きました13番、1番3番手、1馬身離れて待機シャトル。その外並んで18番、さらには9番ハッピーウィーク、並んでくると少し後ろから桜爆信号。1馬身離れて11番、少し後ろから17番、それを見るように3番、その後ろに金魚変容、それを見るように16番、少し離れてフェイシングフラッシュ、少し後ろからウォッカ、それを見るように8番、後方2番手に4番、そして対後方西山、勢いよく先頭行きます。マルゼンスキー ゴールしか転回。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、大受け焼きを超え4コーナーへ。まだ一馬身以上の差があるぞ。ここから狙いの差ができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。ウォッカ、ここから仕掛けどころだ。さあ、最初に仕掛けるウォッカ、最初のコーナーを待って、最初に立ち上がったのはマルゼンスキー。ウォッカ、空中を捨てて、進むイヤシラ、前方までの運転。ウォッカ、先端を目指して加速する。マクスが上がってくる。ウォッカ、飛んでくる。ウォッカ、そのままマルゼンスキー。だが後続も追いすがる。 フルスロットルで、ぶっちぎるぜ。勢いよく上がってくるのウォッカ。抜け出した。ウォッカ、差し切ったゴール。ウォッカ。URA Finals決勝を制しました。今ここに、優秀たちの頂点が誕生です。2着にはマルゼンスキー。3着に入ったのはキングヘイロー。